大聖堂内部バチカン四国はユネスコの世界遺産の一つ。イタリア・ローマにある世界最小の国家バチカンの国土全域が世界遺産として登録されている。この項目では世界遺産としてのバチカン市国を解説する。国家そのものについてはバチカンを参照のこと。バチカンはテベレ川の西側に位置しカトリックの総本山として知られる。 前日の通り、バチカン全域が世界遺産として登録されている。また、イタリアの世界遺産物件である、ローマ歴史地区、教皇領とサンパオロフオーリレムーラ大聖堂と隣接している。イタリアバロック様式の代表的な建築物。サンピエトロとはイタリア語で、セーペトロの意味で、64年に皇帝。 ネロの迫害により殉教したシトペトロの墓の上に建築されたと言われている。建築を命じたのはコンスタンティヌス帝で324年のことであった。この時建てられた聖堂は15世紀末まで存在し、新聖堂は1502年に建築が始まった。その後、1514年にラファイロ・サンティが主任建築家に1546年に ミケランジェロが主任建築家となり工事が再開。剣道式が行われたのは1626年のことであった。さらにサンピエトロ広場の工事がジャンロレンツォ・ベルニーニの設計により始まり1667年に完成した。大聖堂の総面積は約2万2000平方メートルで6万人以上収容可能と言われている。 ミケランジェロの設計したと言われる大園外は高さ132.5メートル、直径42メートルと巨大。大園外の直下にはベルニーニの柵の高さ29メートルの大天外がある。サンピエトロ広場は284本のドーリア式円柱で装飾された回廊により広場を取り囲むように構成されている。 回廊の上にはベルニーニのデシラが作成した140体の聖人の像が飾られている。また、広場中央のオベリスクは一世紀頃にエジプトから運ばれてバチカヌスの丘にあった競技場に置かれていたものであると言われている。ピエタ聖堂内には十字架から下ろされたキリストを抱く聖母の像を表現したミケランジェロの代表作ピエタが置かれている。ミケランジェロは ピエタ像を4体制作しているが、サンピエトロ大聖堂にあるピエタは25歳の時の最初の作品である。以前見学していた芸術家が素晴らしさのあまりに失妬し、破壊しようとピエタに近づくという事件が発生し、これ以後はガラスカバーがかけられてしまっている。バチカン宮殿、ジャンロレンツォ・ベルニーニの設計した大階段でサンピエトロ大聖堂とつながっている。 ラファエロサンティとその弟子らによるフレスコ画のある4つの部屋からなるラファエロの間で有名。ラファエロ自身の代表作であるアテナイの学童もラファエロの間第2室にある。またフランジェリコの壁画で飾られたニコラウス五世礼拝堂も有名である。教皇はバチカン宮殿滞在中の毎週日曜には執務室から姿を現し、 サンピエトロ広場に集まる信者と共に祈りを捧げ、祝福を与えている。システィーナ礼拝堂をシスティーナ礼拝堂バチカン宮殿、バチカン美術館とつながって、シクストゥス四世の命により教皇礼拝堂として1475年に建設が始まり、1481年に建物が完成した。礼拝堂の名称は教皇の名に由来している。 ミケランジェロが4年の歳月をかけて描いた大天井画の創世期、やはりミケランジェロが6年の歳月をかけた最後の審判の壁画があることであまりに有名。また、教皇を選出するコンクラーベの会場としても知られている。サンピエトロ大聖堂から見たバチカン美術館、バチカン宮殿の北側にある美術館、図書館など20を超える施設の総称。バチカン宮殿。 システィーナ礼拝堂を含めて、バチカン美術館と呼ぶ場合も多い。所蔵品の中心となっているのは、ユリウス2世の彫刻コレクションである。また、キリスト教美術以外にも、古代ギリシャ、古代エジプトの膨大なコレクションを誇っている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。